はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日ね、桃鉄やっていきたいと思います。3年決戦3年目です。いや、難しくねえか、これ。1しか出ないもん。言っても。お、新幹線コード。あ、今度こそキングボンビーになっちゃうね、これ。もう最下位だからいいや。どうせ最下位だったら。あ、もうキングボンビーになりました。参りました。今頃省エネされてもな、困っちゃいますね。あ、逃げますね。逃げられちゃいますね。一回ぐらいなんか目的地にね、泊まりたい気もするんですけど。特急カード。もうこれキングボンビーにやられたらもう、あれだね。終わりだね。新幹線カード4つ。もう勝ち目ないよ。ああ、ここまで来たのにな、惜しいな。きびだんご買っておくか。どうせ売られるけど。お、ぶどう園あるね。畑って確か、あれじゃない。あ、いいや、これでいいや。で、借金して終わされて終わり。おぉ、すごい。こんだけ最高に、ね、10億。おぉ。ああ、連帯保証人カード。もう連帯保証人カード関係ないけどね、ここまで行っちゃうと。おお、あと1マスか。すごい。16マスか。これ奇跡的に16なんて言ったら出るわけないけどさ。うん、何でもいいやもん。1920万。まあ、ちょっと待ってくださいね。はい。はい、もう任せます。920万。なんか、ボンベラス星に連れて行かれるときもあります、ね。はい、どうぞ。10億。すごい。ゴールされても俺最下位だしね。参りますね。スペシャルフォワード。おお、いいじゃん。やっぱマリオ社長強いな。ねえ、グッド社長最下位にできるわ。ねえ、レイロン社長と共同でね、アンチ活動できるから、もういいですね。思う存分です。もう京都大阪近いね。鉄道博物館70億すげえ。すごいですよね。あと8ます。これで8なんて言ったら？あ、6。惜しいですね。こっちか。こっち行けばいい。あ、あと2ます。何も買えません。なんだ。連れて行かれるのかな。あ、デビル2匹。デビルもういいよ。どんどんお金奪ってて。自分すごいな。急行収容。4。よくみんな稼ぐね。みんな特急カード7アンダー持ってるからな。
ずるいね。これで2出たらいいんでしょ。2出るんじゃないですか。3か、惜しいね。お、賞金返した。賞金返した。賞金返した。売れる物件ありません。あー、こうやってくるくる回ってやるか。目的地作っている。いいですね。すごいな、メロン社長。マリオ社長。リンゴ神。長崎。あ、いいですね。長崎行きます。こういう時ぶっ飛びカードでも全然いいんだけど。足踏みコード。ああ、足踏みして俺にあれか。なるほどね。そういうことか。なるほどね。カード引き、引き換えカード。特性でいらないよ。あ、リトルデビル消えた。でも金は奪っていくっていうね。こう来ましたか。俺につけんのかなって思うけど、あ、俺につけなかったね。飛びコードってね、ちょっとやってみましょうか。ここ行きましょう。売ります。あー、そういうことなのね。オッケー。買うって言っても何も買いにしない。あ、渋いカード。すごいね、金使うね。宮田健二さんってなんか芸人、元芸人の方だっけ。今芸人やってんのかな。ちょっとわかんねえ。そっか、芸人なんか潰し合いじゃないけど、なんか。あ、そうなの。あ、じゃあこれ売ればよかったのか。ところ駅っていうのもあるね。またマイナスだよ。目覚ましも鳴ったし、ちょっと待ってください。目覚まし止めますね。はい。あ、どうしよう。どこへ止まれば。これだと、そうですね。もうどうせマイナスでいいけど、いいや。いくら？おお、すげえ、20。
そっか、二人で共同してあれか、キングボンビーのイベントを起こさせないようにしてんの。そういうこと？仲いいね、やっぱりね。さすがですね。やっぱマリオ社長とミロン社長、やっぱな、やっぱね、巨頭組んでるだけありますね。13文字。旧交渉よかった。もうなくなったか、もう休校収容なくなっちゃった。ああ、ない。イベント起こさせない。これイベント起きないの？二人でやってよ。うまいな。やり方がうまいです。そしたら俺これね、目的地1回ぐらい切れます。特性で使ってみるか。物件もないし何もありませんのでいいです。すごいね。これでゴールできなかったら悲惨だね。あ、でも2月だからこれラストチャンスだね。最後の最後に奇跡起きるかな。ここであれか。なるほどね。で3が出ればいい。6惜しいね。マイナス息だし、しかもいいやね。すごいね。7億。ファミコンだとあれ2月で終わりだっけ。あれだね、これ3月までやらしてくれんだ。すごいな。キングボンビーじゃなくなった瞬間にあれなんだ。はい、3、1だって。しかもどっちもマイナスっていうね。ああ、清原さん、岸和田魂って、まあ、清原さんエリートだから。だんじり魂って、だんじり引いたことないらしい、ね。はい、ゆっくり発表して、まあいいけどね、もう。結果はもう全然わかってる。いいですよ、グッド社長は。まあグッド社長はっていうか俺が弱すぎるだけだけど。さつまいも食べてるんですね。俺は分かります。もう赤い電車はいいです。まあ、こういう演出があるんですね。そりゃそうだよ。マリオ社長でしょ。ナモハゲが来ましたね。
マギム社長強すぎる。この鉄ってどうやってやってね、作戦があるんだろうね、なんかね。メリットマリオ社長って出てます。45マイナス6億だもん。収益額1300万。目的地1回も行ってないもんね。スリの源氏、ああスリの源氏俺1回、そっか、キングボンビー3回ないですよ、記録しても。はい、セーブしてください。そんなセーブしてもしょうがないけど、はい、セーブ。名前で、いやもういいでしょいやもういいですはい、ということで、まあこんな感じで終わりにします。ありがとうございました。